大気中に固まって浮かぶ水滴、または氷の粒のことを言う。地球に限らず、また高度に限らず、惑星表面の大気中に浮かぶ水滴や氷晶は、雲と呼ばれる。雲を作る水滴や、氷晶の一つ一つの粒を雲粒という。また地上が雲に覆われていると、霧となる。気象学の中には、雲学という分野も存在する。 これは、ラジオゾンデによる、高層気象観測が行われなかった19世紀以前、気象の解析や予測に、雲の形や、動きなどの観測情報を多用しており、雲の研究が、重要視されたことを背景にしている。20世紀に入ると、上空の風や気温が直接測定できるようになり、これと、並行して雲学の研究は衰退した。しかし、 気象衛星による雲の広範囲な分布が得られるようになると、地上観測では分からなかった様々な雲の形態が発見され、現在では再び雲学的な研究が盛んに行われている。また、雨や雪などの降水現象の発生源となる現象であり、雲の生成から降水までの物理学的な現象を研究する雲物理学というものもある。地球上においては、 雲の成分は水であり、その層は液体か固体である。微量ながら、水以外の成分、例えば土壌成分や火山噴出物、人愛などからなる微粒子が混ざっているほか、空気の成分が溶解している。その成分も、雲が発生、成長する際に存在した場所に左右されるが、比率からしても水がほとんどを占める。一方、 極地や高緯度地方の高度20から 30km では、水のほか硫酸塩や硝酸塩からなる、真珠母雲が発生する。他方、高緯度地方の高度約 80km で見られる、夜行雲は主に水からなるという報告がある。一つ一つの雲粒の大きさは、半径にして 0.001mm から 0.01mm 程度の、ものが多くを占める。 このオーダーでは、落下速度は、約1センチメートル毎秒だが、大気中ではこれを上回る上昇気流がありふれて、存在するので落下することは、ほとんどなく、いわば、空に浮かんだ状態となる。雲の中での雲粒の数は、一立方メートルあたり千万数百億程度である。詳しくは、降水過程参照。また、雨粒の成長の計算は、 名寸の方程式などにまとめられている。氷彰は、六角柱六角板、針状、樹脂状などの独特な結晶を形成する。氷彰がくっついて重なり成長したものが、雪の粒子である。大抵の場合、雲は、白色や灰色に見えることが多い。白色に見えるのは、雲粒が太陽光を散乱するからだが、雲粒の大きさの粒子は、 可視光線領域のいずれの波長の光も同じように散乱するミー散乱が起こっているので無彩色の白色となる。そして厚みのある雲は灰色、特に雲の底の部分は黒色に近い暗い色に見えるが、これは濃度の高い雲粒により雲内で何度も太陽光が散乱、吸収された結果光が弱まるためである。日光が水滴で解説することによって 雲が虹色に輝いて見えることがあり、これを彩雲という。上昇気流が強い場合は、上昇や落下を繰り返すうち、雨粒や雪の結晶同士が衝突してさらに大きな粒となって落下する。これが雨、氷、雪。また、上昇や落下を繰り返すと、あられや、氷などの大きな氷粒になり、氷粒同士の衝突で静電気が発生し、それが蓄積されて、 雷の原因になる。地球上の雲を外観した衛星画像赤乱雲上空から見た雲水面近くにできた総雲航空機から見る総石雲に地没前の太陽と雲。リアド空気中の水蒸気が凝結されて液体になるか凍結または消化されて固体になることで雲が作られる。大気中に含まれる水蒸気の量は環境により異なるが 一定量の大気中に存在できる、水蒸気の最大量を100%の時、イコール飽和の時の水蒸気の量に当たるが、飽和水蒸気量と呼び、物理的に定まっている。また、飽和水蒸気量は気温により変化し、冷たい大気ほどその量は少なくなる。例えば、摂氏20度では 17.2g マイリッポメートル。 摂取例度では 4.85g グラム毎立方メートルである。水蒸気を含む湿った大気が冷やされると湿度100%に達したところでその気温における飽和水蒸気量を超えた水蒸気が凝結し雲粒が形成される。なお、水蒸気の凝結、消化、また水滴の凍結には微粒子の存在が不可欠である。雲粒は微粒子を 真にして形成され、このプロセスを核形成という。物理学の領域になるが、見かけ上凝結や蒸発が起こっていない、気液平行の状態にあっても、分子レベルでは、水分子が一時的により集まって凝結したり、逆に離れて蒸発したりといった運動は起こっている。言い換えると、水滴が大きく成長できない状態である。水滴が、 自発的に成長できる大きさより大きくなるためには、不純物を含まない、正常な大気では、気温摂取0度で、相対湿度430%、低、摂取23度で630%、摂取17度で350%と、それぞれ非常に大きな過保ワードが必要であることが、実験で確かめられている。実際の大気ではセントを超える湿度が、 観測されることはないため、微粒子なしで水滴が形成されるのは不可能と考えられる。実際の大気には核となる微粒子が存在するので相対湿度100%をわずかに超え、過酵和度1%以下のレベルで雲粒が生成される。なお、微粒子によって水滴の核形成に作用し始める過酵和度や温度は異なり、 作用が高い微粒子が存在する場合は、下方は度0.1%でも雲粒が生成される。微粒子の種類は、海塩粒子、硫酸塩、土壌粒子や鉱物粒子、有機成分を含むバイオエアロゾルなど。大気の冷却は、主に大気の上昇によって起こる。大気が何らかの力を受けて上昇するとき、その気圧は減少して膨張するとともに、 外部からではなく自ら温度を下げる。このように断熱的に気温が下がる割合を断熱減率というが、飽和の有無により値が異なる。飽和していない大気の乾燥断熱減率は上昇100メートルにつき約摂氏1度、飽和している大気の湿潤断熱減率は上昇100メートルにつき約摂氏0.6度である。この差は、飽和した湿潤大気中では、 上昇とともに凝結が進んで鮮熱が放出され、温められることで生じる。一方、特に霧の中には違う原因で生じるものもある。夜間の放射冷却により平野や盆地で見られる。放射霧は地表付近の大気が冷やされて生じる。冷たい海に暖かく湿った気流が入った時見られる。遺留霧は海面で冷やされた大気と暖かく湿った大気が混ざり合い。 冷却、加湿され生じる。暖かい川に冷たい気流が入った時見られる蒸気切りは、遺留りの逆で、水面から暖かく湿った大気が上昇し冷たい、大気と混ざり合い、冷却され生じる。また、逆転層に覆われた低い騒音の下では、冷たい下工流と雨粒の蒸発による、冷却、加湿により、運転が次第に低下、地表に近づいて、 霧になることがある。大気中において、上昇流により断熱冷却を引き起こすメカニズムはいくつかあるが、主なものを挙げる。小規模なものであれば、雲を製造することは容易であり、理科の実験や、身近にできる科学実験として、広く行われている。密閉可能な容器の中を少し濡らし、線香の煙などの凝結核を充満させて密閉し、 ポンプなどで気圧を下げると、減圧冷却によって、中の温度が露天を下回って、凝結をはじめ、雲ができる。熱湯から立ち上る、湯気、ドライアイスや氷から流れ落ちるような白い冷気、冬の寒い日に白くなる、吐いた息、工場や廃棄などから出る白い蒸気なども、人工的に作ることができる雲だと言える。また、普通の雲に比べて、粒が大きい。 霧吹きで作る水滴でも、風をうまくコントロールして空中に浮かべることができれば、雲だと言える。ただ、雨を降らせるような大規模な雲の製造は容易ではない。現状では、溶化銀などの凝結核を大量に散布することで、雲の元を作る、雲の種まきが、実用化の限度となっている。しかも、雲の種まきにおいても、 空気中の水蒸気が下方あるいはそれに近い状態になければ雲はできにくく条件も限られる。雲はその形状や高さにより以下のように分類される。世界気象機関は雲を十の基本型と数十の種、変種、副変種に分類している。雲には多くの属性があるが混乱を避けるために学術分野では故障が統一されている。 詳しくは運形を参照のこと。対流圏以外にできる雲として以下のものがある。雲は即雲機もしくは即雲気球などの器具を用い、または目視によって観測される。雲量は晴れか曇りかといった天気の目安となる。また、レーダーでも雲を観測できる。雲粒は雨粒や切片よりも小さいため、レーダー電波の波長は、 高レーダーより小さいものを用いる。波長1ト、mm、ルから1 0ト、mm、ル程度のミリ波を用いることが多い。ただ、地上や航空機搭載のレーダーによる雲の観測は、観測範囲が狭く、用途は、規模の小さい気象現象の観測や飛行用などに限られる。広い気象状態を捉えるには、気象衛星による観測が行われる。気象庁では、 静止衛星ひまわりにより、宇宙から雲などの観測を実施している。可視光線の観測、雲が放射する、赤外線の観測などを通して、雲の分布を推定している。赤外線に関しては、大気成分に吸収されて観測できない波長が多いので、その影響が少ない大気の窓領域の波長を観測している。大気汚染による、 エアロゾルなどの増加により雲の量が増加して地球白母化が引き起こされると考えられている。雲は地球の表面を追って太陽光を吸収、反射し地球をある程度冷ます役割を持っている。雲の厚さ、雲粒の大きさや形状などによって吸収率や反射率は異なる。特に反射率についてはその変化が 地球全体の太陽光の吸収率を大きく左右し、気候に影響を与える。大気を持つ太陽系の惑星のほとんどでは、地球と同じように雲が発生する。金星には分厚い硫酸の雲が、高度 50km から 70km の地点に、広がっている。火星は水、木星や土星はアンモニアなど、天皇星や、海洋星はメタンでできた雲がある。また、 土星の衛星のタイタンにもメタンの雲らしきものがあることがわかっている。ありがとうございます。